あれ、おはよう。どうしたの？こっちまで来て。トイレじゃないよ。過ぎてるもんな。ごめんね。ちょっと待って。ん？ああ、なんか欲しい？アイス買ってあるけど食べる？いらない？どうしたの？なんでこっちまで来た？ん？見に来ただけ？俺のこと？何それ、俺見たってつまらないでしょ。用がないなら早くベッドに戻りな。せっかく風が良くなってきてるんだからちゃんと寝てなきゃダメだよ。早く向こうの部屋に戻りな。うん、何？今？これね、来週の会議で使う資料の手直ししてる。なんかさ、さっき読み返したら分かりづらいかなっていう箇所があってさ。ん？あと？ああ、あと30分、いや1時間くらいかかるかもしんない。他の資料の確認もしないといけないから。どうしたの？何かしてほしいことあった？なんで？なんでずっと黙ってるんだよ。大丈夫？体たるい？ん？ほら、もう冷えピタ剥がれかけてるし。ちょっとおでこ貸して。どうする？新しい冷えピタ貼ろうか？ん？何？ちゃんと聞いてるよ。どうしたの？え？なんで涙目になってる？寂しい？寂しいの？寂しくなっちゃった？ずっと一人で寝てて。それを言いにわざわざ俺のとこまで来た？そっか。そっか、もう寂しくなっちゃったのか。だけど、寂しくてもベッドに戻らなきゃダメだよ。せっかく良くなってきてるのに、風邪また悪化したら大変でしょ。もうこらこら、そんなとこに座り込まないの。ほら立って、ちゃんとベッド戻りな。いやいやってだだこねない。嫌じゃないよ、寂しくてもベッドに戻るよ。まあ嫌なのもわからなくもないけど。ん？ちょっとだけしか会えてないから？そうだね。最近はちょっとしか会えてなかったね。俺が部屋覗きに行っても、君は寝てることがほとんどだったし、ご飯の時くらいだもんね。一緒に話したりできてたの。仕方ないよ。風邪ひいてるんだから。今はたくさん寝て、体を休めなきゃいけないの。寂しいしない。寂しいね、寂しい、わかってる。よし、わかった。じゃあ一緒に戻ろう、向こうの部屋に。ほら、手貸して一緒にベッドに戻ろうね。ほーら、顔見せて。ああ、もう涙ポロポロこぼちて、あんまり泣くと息詰まって苦しくなっちゃう。ただでさえ風邪で息しづらいのに。ん？俺も一緒に行くから。部屋戻ろ。手繋いで。一個だ。大丈夫。俺も一緒に行く。よいしょ。
じゃあ、立とっか。せーの。よいしょ。なかった。あ、大丈夫？痛い。そんなに強く握んなくてもいいじゃん。俺逃げたりしないよ。逃げないし、離れたりしない。ほら、行こう。部屋戻るよ、おいで。はい、到着。ほら、ちゃんと布団肩までかけて。お水は？そんな減ってないね。お水飲んでる？水分補給もしないとダメだよ。ん？何？もう寝るの嫌だ？寝るの飽きちゃった？そう。じゃあ寝なくてもいいから横になってじっとしてなさい。まだ完全に風邪治ったわけじゃないんだから。寂しい？まだ寂しい？どうして？俺ここにいるのに寂しい？だって何？すぐいなくなる？俺が？行かないよ。しばらくここにいる。嘘じゃないよ。向こうには戻らない。別にあの資料は急ぎじゃないし、君の寂しさがなくなるまでここにいる。隣にいる。いや、別にニヤついてないよ。ちょっとだけ可愛いなって思っただけ。君ってさ、なんか風邪ひくと赤ちゃん帰りじゃないけど、すごく幼くなるよね。表情とか行動とか。素直っていうか自分の気持ちに正直な感じ。普段の君からは考えられないくらいの素直。寂しいからってベッド抜け出してきて、わざわざそれを言いに俺の部屋まで来て、涙目になりながら寂しいってこぼして、部屋に戻らせようとしたら、いやいやって座り込んで泣いて。本当に可愛い。どこまでも可愛い。何この手。なんか取ってほしい？寝ないのって。あ、俺？一緒に寝てほしいか？まだ寂しいから？そっか。まだ寂しいか。今何時だっけ？じゃあ2時間くらい。晩ご飯まで一緒に寝よっか。それでいい？じゃあ、俺も布団入れて。そんな抱きつかなくても、俺いなくならないよ。大丈夫。そばにいる。ほっぺ赤い。体は、だるくない？大丈夫？後でまた熱測ってみようか。上がってなきゃいいんだけどね。うとうとしてんのかよ。寝るの嫌だとか言っといてさ。よーし。そんな粘ってないで、眠たいならちゃんと目つむりな。眠気に抗おうとすんね。大丈夫。寝てる間もこうやって抱きしめとく。
どこにも行かない。ずっとここにいるよ。だから安心して眠って、ちゃんと、ね、そばにいるから。うん。早く風邪治して、元気に笑ってくれよ。おやすみ。ご視聴ありがとうございました。俺はいつでもここにいる。寂しくなったらまたおいでよ。チャンネル登録と高評価よろしくね。じゃあおやすみ。